9レース走られます徳島の犬伏選手です。よろしくお願いします。お願いします。前走地元の不安でしたけども、はい、優勝おめでとうございます。ありがとうございます。まあ、決勝は番手戦でしたけども、振り返っていただいてどうでしょうか。はい、まあ、前回ってもらった優吾さんと後ろ回ってくれた山川さんのおかげでしっかり優勝することができました。まあ、そこから2週間ほど空いてこの G1 になりましたけども、はい、まあ、状態面としてはどうでしょうか。まあ、途中で地区プロもあったりして、まあ、結構地区プロのダメージが残ってたのをしっかりこう抜いて、うん、抜きながらしっかり練習もしたって感じですね。まあ、昨年はこの弥彦で決勝に乗られてますけども、はい、弥彦のイメージっていうのはどうですか。まあ、去年はちょっとバンク状況すごい悪かったんで、なんか重い感じだったんで、まあ、自分の力出せればチャンスはあるかなと思う感じです。で、昨年は今のところ3回 G1 に決勝乗ってますが、今年はまだないということですけども、はい、このあたりはどうですか。まあ、やっぱり準決勝で自分の弱さが出てると思うんで、まあ、そこをしっかりこう勝ち切れるように、まあ、着残れるように意識しながら走れたらなと思ってます。で、明日のレースは岩瀬選手と柏野選手が後ろにつくという形になりますかね。はいはい、そうですね。はい、しっかりと自力を出して。そうですね、まあ、自力はたくさんいるんでしっかり負けないように頑張りたいです。わかりました。では、最後に4日間の意気込みをお願いします。4日間精一杯頑張ります。よろしくお願いします。